おつこんにちは、今日は戦う時にどこを見てるのっていうことで、試合やスパーリングなどでどこを見て動けばよいか、どこを見て戦うか、そこは結構難しいところです。決まった答えっていうのはないと思いますが、戦う時にどういうふうに相手を見るか、そしてどういうふうな視点で動いていくかっていうところに重点を当てて、ここを見ておけば、こういうふうに見ておけば、ある程度相手の動きが分かる、そして攻撃するときに有利ですよっていうところをご紹介したいと思います。はい、ということで目線について、ご説明したいと思います。まずダメな目線をいくつかご紹介したいと思います。攻撃をするときに攻撃をするところばかりを見てしまう。例えばローキックを受けるときに下ばっかり見て動いてしまう。そして相手の攻撃が下から来たときに下を見てディフェンスをしてしまう。これはよくありません。相手全体を見れていないので、次何が来るかっていうのは全く予測ができません。自分の視界を狭くしてしまっているので、相手の攻撃をもらってしまいますし、自分の有効なところに攻撃することができません。それからミドルキック、ミドルキック、ミドルキックを当ててやる、ミドルキックを当てたいところばかりを見てしまう。これは相手に読まれます。まあ、その視線をフェイントにして他の場所を攻撃するっていうのもありますが、多くの場合は攻撃したいところばかりを見てしまって相手に攻撃を読まれてしまうっていうのもあります。これも自分の焦点を一点に絞ってしまっているので、相手の全体像が見えていません。そして相手が構えているとき、この状態、僕が相手だと思ってください。こう見たときにどこを見るか、相手のちょっとこいつパンチが強いなっていうことで、この部分ですね、この手の部分ばかり見てしまう。パンチが来るんじゃないか、パンチが来るんじゃないか、で手ばっかり見てしまうと、蹴りが来てしまったりして、パンチの方に意識がいってしまっているので、蹴りをもらってしまう。逆もしかりで、蹴りが強い選手、足ばっかり気にしてしまう、この辺りばかり見てしまうことによって、パンチですとか、フェイントに引っかかってしまうっていうのは、よくあることです。こういったどこかばかり見てしまうっていうのは、そこに意識がいってしまっているということなので、相手のフェイントにもかかりやすいですし、相手が有利なように動かれやすくなってしまいます。自分の視界を狭くしてしまっている、自分が反応できる動きを制限してしまっていることになります。じゃあどこを見ればいいかですが、まあ、これはもう本当人それぞれありますが、僕がよく指導する上で言うことは、相手の全体像をぼやっと見る感じって言います。じゃあぼやっと見るって言われても、どこをどう見ればいいんだっていうふうに思うと思います。こう構えている相手の全体像が見えるっていうのは、相手が攻撃してくる起点が見えるっていうことです。相手のパンチにしろキックにしろ、スタート地点っていうのは決まってます。手の付け根は、肩、ここです。ここからパンチが伸びてきます。フックにしろ、アッパーにしろ、ボディにしろ、全部ここが必ず動きます。そしてキックの時はここ股関節が必ず動きます。ローキックにしろ、ミドルキックにしろ、ハイキックにしろ、膝蹴りにしろ、必ずどちらかが動きます。でさらには蹴りの威力を出そうとすると、手を振ります。手を振ってスピードを上げようとするので、肩関節、股関節両方が動き始めます。パンチも強く打とうとすると、足で踏ん張るので、股関節しっかりためを使った動きになるので、ここも動きます。肩関節と股関節両方が動いて攻撃をしていきます。ということは、相手の体のこの4点です。肩関節と股関節が見える状態、自然に見える状態、どれか1点を見るのではなく、この4点を線で結んだ四角形をここに作って、その中心を見るような感じにしておけば、4点がぼんやり見えてくると思います。
まっすぐ見ると4点1、2、3、4、ぼんやり動いているのが見えると思います。この4点が見える距離でその中心を見ていれば動き始めが分かるので、フェイントじゃない限りその動きを読むことができます。肩が動いた、パンチが来る、あ、踏ん張って股関節が動いたな、蹴りが来るっていうのが大体予測できると思います。それがある程度の距離、その四角形がぼんやり全体像が見える位置であれば、その動き始めから自分に到達するまで、よほどスピードが速い選手じゃない限りは攻撃が見えると思います。あ、そこは動いた、来る、あ、そこは動いた、来る、見えるようになると思います。この四角形の中心をぼんやりと見る、どこかに視点が定まってしまわないように全体が見えるように、ぼんやりその中心あたりを見ながら動く。そしてその四角形がしっかり見える距離でいることによって、攻撃にうまく反応することができます。接近戦になってしまったらどうかと言いますと、接近戦になると、相手の股関節っていうのはなかなか見えづらくなります。自分がうつむいてしまわない限りそんな見えません。なので肩関節、まずはパンチに備えます。パンチが来る、そして接近戦で蹴ってくるローキックですとか膝蹴り、ミドルキック、ハイキックも接近戦でありえますが、主な蹴りとしては接近戦ではローキックと膝蹴りが多いと思います。そういう場合も膝蹴りをする前、ローキックをする前、肩関節が多くの場合は動くと思います。強く蹴ろうとすると肩関節も動きます。なので、この肩関節の中心、大体相手の鎖骨の中心、胸の真ん中の上の方、この辺りをぼんやり見て、肩関節が見えるように自分が動いていれば、相手のパンチ、接近戦の蹴りにある程度反応できると思います。ハイキックやミドルキックに関してはガードを高くしておけば、ある程度は防げます。なので接近戦ではガードを高く上げておくというのはまず基本です。その状態で見る位置としては、この辺りをぼんやり、この全体が見えるように、肩関節全体が見えるように動いてやる。そうすることによって攻撃を防ぐことができます。ここまではディフェンスに重点を置いて、視点の話をしましたが、今度は攻撃面です。攻撃するときに攻撃したい場所ばかりを見るよりも、その攻撃したいところの向こう側を見るイメージ、例えばこの顔を狙いたい場合であれば、顔に焦点を合わせるというよりは顔の後ろ側、その後ろをぼんやり見る感じで、打ってやることによって、自分の攻撃した力というのが、その後ろに抜けるようになります。人間対象物に力を与えようとしたら、そこを見てそこに意識を集中してしまうと、そこで力は止まってしまいますが、その向こう側まで抜けようと思ったらその奥側を見る必要があります。なのでサンドバッグですとかミット打つ時も、そのミット自体を見るというよりはミットの向こう側、その持っているミットを持っている人の手の後ろ側ぐらいに視線を送るようなイメージで、打つことによって、その衝撃が後ろに抜けるようになります。ここにストレートを打ちたい場合、ここを見て、攻撃をすると、ここに力が集中してしまいます。この向こうに抜けないので、この奥、向こう側を見るようなイメージ、別にこう向こう側を覗き込んで見るわけじゃありませんが、向こう側に意識をやるイメージ、目線は向こう、ここ一点じゃなくてその先、向こうが透けて見えてるように、向こうを見ているかのように打つことによって、力っていうのは向こうへ抜けるようになります。力が当てたいところで止まらないように、そのインパクトが抜けていくように、向こう側、ここを蹴りたいのであれば、ここを見て蹴るよりも、この向こう側、蹴って蹴り切って抜けた場所を見て、蹴ることによって力は抜けていきます。なので、攻撃するときも攻撃したい場所1点を見るのではなくて、ぼんやりとその向こう側を見るような感じで、攻撃をしてやる
ことによって、ダメージは強くなる確率が上がります。かつぼんやり見ているので、どこを見ているか相手はこっちの目線を見てもそう簡単には判断することができません。どこを攻撃したいかっていうのは予測しづらくなりますし、フェイントにもなります。ぼんやりと全体を見ながら攻撃をする、一点ばっかりを見て攻撃する、まあ、これフェイントとしては使えます。一部ばっかりを見て他の場所を攻撃する、そういう目線のフェイントもありえますが、まあ、基本的にはぼんやりと相手全体を見ながら、さっきの四角形を意識するような感じで見ながら攻撃したい場所の向こう側に攻撃をしていくように目線を送るといいと思います。この目線というところは特に全員が全員同じように合うとは限りません。合う合わないはあると思いますが、今日のこの四角形っていうのを意識してぼんやりと相手を見てみるっていうのは、どこを見ればいいかわからないという方はぜひ試してみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。